前小川にいました。はい。どういうですか。今週水牛だから。はい、ね、家庭でも燻製のちょっとした味を楽しめるように。そうなんです。フードコーディネーターを使ってます。食関連事業の活性化を通じて地方創生の進展、これに全力を尽くしてまいりたい。本日のこの商談会がご参加いただきました皆様方の事業の拡大にいくばくばでもお役に立つことを心からご記念申し上げまして、開催の挨拶させていただきます。新しいものっていうのはどうしてもバイヤーさんが欲しくなってくるところがありまして、で、その手応えをちょっと感じるためにちょっと2年間新商品開発ちょっと費やしまして、で今回こういった有機の無農薬完全無農薬の米ぬか床っていうのを開発しました。若い方っていうのは結構興味惹かれる方が非常に多くて、あと海外のバイヤーさんなんかも今日はお立ち寄りいただいて、このぬか漬けっていうのを非常に気に入っていただいて、こういった漬物を作る文化っていうのを伝えていくということで、新しいちょっと方向性を考えて今やってます。